ヌスビトハギは、豆かヌスビトハギ族の多年草。ひっつき虫の一つである。金字種が多い。背丈は60から100センチメートルになるが、その約半分は下水である。茎は細くて硬く、株立ちになって立ち上がる。ややまばらに葉をつける。拓葉は、針状皮神経。葉は、長い傭兵の先に3枚の小葉がつく三室、複葉であるが、 いただき商用だけにはっきりした柄があり、これは、右上腹用であることの証拠である。商用は、卵形長卵形で、先端は尖る。大きさは、いただき商用で、長さ4から8センチメートル、幅2.5から4センチメートル、側商用はこれよりやや小さい。歯には細かい毛がある。花期は7から9月、茎の先端の型から数個の細長い相乗花醤。 つける。花宝のものでは、それらの基部には茎につくよりやや小さい葉がつく。果女にはまばらに花がつく。花は小さくて3から4ミリメートル、ピンク色に色づく。6から8ミリメートルの柄のある果実は、種子1個を含む節に分かれる節下で、この種では普通は2節からなる。個々の節は扁平で、半円形。 両者の間は大きくくびれ、また折れたように曲がるのが普通。上側はまっすぐで、下側に円形の膨らんだ側が位置する形はメガネのようである。果実の側面には赤葛色の反紋があることが多い。また、その表面は触れるとザラつくが、これは細かな針が並んでいるためで、これによって衣服などによくくっついてくる。いわば、 マジックテープ式のひっつき虫である。和名は、果実が、泥棒の足跡に似るという。奇妙に聞こえるが、牧野富太郎によると、古来の泥棒は足音を立てないように、足裏の外側だけを地面につけて歩いたとのことで、その時の足跡に似ているよし。これは、牧野富太郎による説で、富士館像の別名が盗人の足であることからの、類推とのこと。他方で、 盗人が気づかないうちにその種子が人に取り付く性質を述べたとの説もある。中国、朝鮮半島、台湾、日本から知られる。日本では、北海道から、琉球列島まで分布する。低地から、山間部の草地から、森林周辺に生える。木陰に出現することもあるが、林園では日向にもよく見られる。小さな集団を作っていることが多い。 明けた草地ではあまり見られない。人里にもよく出現するものであるが、あまり雑草的ではない。花も小さいので、干渉されることは少ない。ヌスビトハギ属は、豆かの属の一つ。世界に400種、日本には9種あるが、よく似たものもあり、またこの種自体も変異が多い。他にも若干ながら、近似種の幾多植物がある。 それ以外のこの類もひっつき虫になるが、その形はより細長いものが多い。ありがとうございます。